生きてそこにいるっていうことは奇跡みたいなもんだし、存在してるその存在そのものが美しいと思うんですね。どこまで深く見つめて描けるか、でそういったことが美だと思うんだけど、でそれができたらね、一枚でもできたら死んでもいいかな。1枚の絵で1年はかかりますよ、どうしても。そうするとその人の肖像を描いてるようでいながら人間そのものを描いてるっていうふうに少しずつ動いていったっていうか、永遠に定着できるか、絶対化できるか。